皆様、こんにちは。中央ウイルス研究院横浜ウイルス院、鳴沢誠治です。本日もよろしくどうぞお願いいたします。今回はですね、現在日本全国で劇場公開中で、映画、少林寺、デジタル 4K リマスター版が、上映されています。その映画館で販売しているプログラムがこれなんですが、これはですね、実は私がこのコラムを執筆を担当しました。今回はですね、私の経験や思い出の中も含めて少しご紹介しようと思い動画を作りました。はい、ちょっと一緒に見ていきましょう。で、全てが本物の迫力。素晴らしかったですね。ちょうど私も中国武術を始めたのが1982年ですから、ちょうど40年前だったんですね。それで私もこの映画少林寺ですね、当日、このチラシ私持ってまして、新宿プラザという映画館に始発に乗って見に行きました。いろいろとですね、それに思い出深いのは試写会から私は見てたんですね。まあ、こうした、内容的にすごいんですね。これ軍勢があるんですけれども、これは人民解放軍の兵士が、これを演じております。エキストラでやってるんですね。そして内容的に本当にですね、歴史的な史実からこのストーリーができてくるんですが、そういったものも含めて本当に名作だと思います。このちょうど本物の武術が描かれている映画少林寺ですね。で、ここにね、かなりの数をね、書かせてもらったんですが、やっぱり今回も、一回試写会で、ウェブで見たんですね。それでその後にやっぱり映画館のスクリーンで拝見したんですが、やっぱりスクリーンではすごい映像が綺麗で、ものすごい技能の部分とかはっきり見えて、今でも参考になりますね。まあそういった部分で、とても楽しめると思います。ね、そしてまあこの、リーリンチですね。で北京武術隊で何回かトレーニングしたんですが、タイミングがなくて会えなかったっていうのが結構ありました。前の日までいたとかあったんですけどね。それで、フージェンチアン先生ですね。フージェンチアン先生に憧れまして、アメリカでセミナーがあるっていうですね、紹介されて、もうアメリカに2回行ってきて、そして、2003年にですね、ご招待して、ね、日本が好きだということで、日本に行きたいという、温泉に入りたいと言ってました。まあ、そこで一緒に、ね、浅草を観光したりですね、いろいろ楽しかったですね。で、鵜飼先生ですね。鵜飼先生も、実は結構思い出がありまして。鵜飼先生は、僕が1985年に初めて上海体育学院で、1986年の夏に1ヶ月ちょっと中国に行ったんですね。その時に山東省の武術隊を訪ねたんです。安徽省の武術隊で練習してたんですが、それでその後ですね、私の先輩がいて、それで山東省に来いっていう話ね。それで訪ねてですね、で、山東省の武術隊の体育館の中で、こう、鵜飼先生をお見かけしまして、その時はまだ、ペーペーだったんで、なんか話しかける勇気もなく、遠くから見てただけだったんですが、すごく温厚な方でしたね。その後ですね、まあやっぱりこうした、灯籠家ですね、ちょうど鵜飼先生が行っている、ね、そういった、動作もあって、こうしたテキストもいただきました。まあ、それで今の鵜飼先生の近況なんですが、これは中国武術大製の教科書なんですが、その山東省武術隊の時にですね、何か同じ顔の人が、なんかすごい、同じ顔というか、一人がすごいいっぱいやってるのがあって、なんでだろう、すごいな、この人。と思ったら、先輩がですね、あれは双子だよって言われて、今この灯籠拳の、このお二人が、灯籠拳の全部の解説してるんですね。後を継ぎました。お父さんが中国全土の灯籠拳のですね、正門人とですね、継承者になってるんですね。
まあそういったことも含めて、私なんかも一番最初に語ってきとってこんな感じでして、これ六角七分ですから一元しないですね。すごいですね。まあそしてまあこうした僕もこういう資料ですね、手に入れて、こういう長長文さんですね、こういう写真を見ながら動作のこう静止動作のこれリリエンジですね、この写真あの置かれてましたね。当時の少林寺はもうこんなだったんですね。今はもう武術学校だらけでテーマパークになっています。はい、まあそれでいろいろとまあこうした、これは1985年にいらっしゃった時の、ね、中国代表団がくれたプログラムです。これはですね、あのパンチンフー先生なんですね。映画少林寺がすごいっていうのはですね、このあの後ろの方にですね、この武術指導っていうところでパンチンフーですね、パンチンフー先生はですね、あのヒゲをこう蓄えて槍とかを持ってる、まあそういう人で、なかなかシーンとしては目立たないところにいるんですが、パンチンフー先生はすごく憧れまして、最近は YouTube、顔を見れば多分お分かりになるんじゃないかと思いますね。やっぱり武術指導というのはですね、やっぱりあの指導する先生がやっぱりとても大事だなということを本当に思う時がありますね。それ中国の武術の、これからもっと若い皆さんにですね、頑張っていただきたいなと思うんですね。まあこういった少林長寿秘訣とか少林重大部で、まあこうした敵さんとも含んでます。武術指導の中で、あと、もうね、馬玄達先生、マーシェンダー先生はもう亡くなって、それで、鵜飼先生ですね。それで、さっきのパンチンフー先生と、あともう一つの、先生がですね、この、比喩長言というのをですね、出版された、この、王城外先生。王城外先生は三等賞ですね。三等賞の先生方はとても優秀な人が多いです。そして、まあ、練習方法としてですね、またこれから憧れる皆さんがいたら、まずは、鍛錬というのをやってます。少林寺でも一人で練習してますね。そして、その後に、映画のテロップの中では、基本方拳と書いてあるんですが、このように、二人で怠惰というのをやります。これをやって、強度を上げたりですね、方向性ですね、角度、力の代償、調節能力とか、そういったものができるようになって、上げれば上げるほどその力がすごくなります。そして今ですね、こうした長拳、ね、中国武術団員制というのがあって、国際団員制というのが始まっています。これにおいても、はい、まずは、一人で行う。そして二人で行う。そして最後は、この、武術的な応用能力というのがありますね。その応用能力という部分をやはり高めることで、やはり自在な中国武術の技能というのが身につくと思います。私、中国武術の修練を開始したのは1982年で、この少林寺が公開されてもう40年経ちました。いろいろと思い出深いことがありますが、おかげさまで体だけは非常に元気ですね。そして脳の感覚も、比較的反応は良い方だと思います。はい。映画少林寺を今日は紹介いたしました。皆さんどうぞ映画館で、ご覧になってください。とても素晴らしい出来になっています。では本日も最後までご視聴くださりありがとうございました。またよろしくどうぞお願いします。